ブラッドソードはデーブ・モリスとオリバー・ジョンソンによるゲームブック作品である。パラグラフの選択でストーリーが進むというゲームブックの体裁をとっているが、それぞれ違う役割を持った複数のキャラクターが登場し、他人数でパーティーを組んでプレイできるところなどテーブルトーク RPG の色合いが濃い。1980年代後半にナイトブックスより前後巻が出版された。 日本では大井で県の翻訳が士見書房より発行されたが最終巻きのみ訳されていない。ブラッドソードには他のゲームブックにはあまり見られないシステムがいくつか採用されている。これらのシステムは TRPG ではよく見られるものである。多くのゲームブックは一人で行動をするが、ブラッドソードでは4人までのパーティーを組んで行動できる。 必ず4人のキャラクターを全員使わなくてはならないわけでなくゲームに投入するキャラクターの人数を少なくすれば一人数とのキャラクターの能力が高くなるというルールがある場面によっては特定のキャラクターがいないと選択することができない行動があることもあるゲームブックは一人で遊ぶものが多いがブラッドソードは複数人が同時に遊ぶことができる 複数人で遊ぶ場合は、パーティーを組んでいるキャラクターたちを参加者たちが、それぞれ一人ずつ担当することになる。複数人で遊ぶ場合は、一冊のゲームブックを全員で読むことになる。この時、参加者のうちの一人がプレイに参加せず本の読み手となり、戦闘時のモンスターの操作などを受け持つという遊び方もある。そのような役割を与えられた参加者は、 ゲームマスターと呼ばれることになる。複数人で遊ぶ場合、特定のキャラクターだけが単独行動するような場面となった時は、そのキャラクターを担当している参加者のみが本を読む。文章の中には、全員に公開する情報とキャラクターのみが知り得る、情報が記述されている。ブラッドソードで戦闘が発生した場合、敵の能力値の他に地図と立ち位置が示される。地図は、 将棋盤のようにマス目で区切られており、この地図をもとにウォーシミュレーションゲームのように戦闘を行う。ブラッドソードシナリオ1勝利の紋章を奪え。ブラッドソードシナリオに魔術王を倒せ。ブラッドソードシナリオ3悪魔の爪を折れ。ブラッドソードシナリオ4死者の国から帰れ。ブラッドソードブック5、ザ・ウォルス・オブ・スパイト、シリーズ最終巻き。宮区。 ありがとうございます。